ともこんチャンネルです。はい、今回はね、24分の1のーアートトラック秀吉丸ですね、ダンプトラックなんですけど、それを制作中で、今回はまあボテのね部品をつけて、キャビンの部品もね少しだけつけれるとこはつけて、やってみました。で、内装のね、部品も少しだけ、運転席のシートつけて、で、ミッションですねつけて、で、あとダッシュボードのとこもつけました。はい。で、それから中間の色で、サフなんですけど、シルバーを拭いてみました。はい。で、ボテのとこだけですね、半分はシルバーで拭いてますが、あと残りね、運転席側はちょっとね、皆様にちょっと見せようかなと思って、まだ黒色で残してます。はい。キャビンはね、全部拭きましたが、あと、残ってる部品って言うたら、シャーシを組み立てるのと、メッキ類ですね。はい。で、あと、マーカーランプとかそういうとこですね。はい。まあ細かい部品っていうのはなんとか、つけれるとこはつけてみました。はい。キャビンですね、前回はウエストブラック下地で拭いて、黒から黒になってましたが、今回はウエストブラックから、サフのシルバーですねにしてみました。はい。これが中間の色です。こんな感じです。まあ、パッと見ね、この色でこの塗装の顔でしたら、一番星号の、映画でねやってました一番星号の2作目かな、爆走一番星とか、あとね、3作目4作目って言うたら、このシルバーに足元だけね、ゴールドとかっていうツートンの方にはなってましたが、まだこの一色では、爆走一番星の色ですね。はい。シルバーになってます。はい。まあ、ね、この速度灯もつけて、で、ルームミラーですね、もう、はい、つけてみました。はい。で、後ろのちょっとした部分ですね。はい。こういう部品とか、まだこれちょっと、これが大きすぎるので、ここちょっと曲がってますが、また後からね、ちょっと修正しますけど、はい。こんな感じで付けてみました。はい。あと、ボテなんですけど、プロテクつけて、で、前回紹介した時は板だけでしたけど、チョコレートのね板も こんな感じでつけてみました。はい。で、フェンダーですね、フェンダーもつけて、で、後ろの方もねこんな感じでつけてみました。はい。
だここらのキャッチとかそういうのはつけてないんですけど、上のね部分っていうのは、はい、つけてみました。で、元からの色がこの黒い部分ですね。はい、ここぐらいまでいかなね、画面上では完全に映らないですね。はい、でかすぎます。まあこんな感じで、今のところ途中まではシルバーでね拭いてますが、まだ こっちですねは拭いてないです。で、はい、土積むとこ2台ですねのとこもまだ拭いてないです。はい、なちょっと昨日の夜ね、まあ、ちょっと考えてたんですけど、まあ絵をねちょっと描こうかなと思いまして、この後ろのね部分に描くか、このプロテクの後ろですね、はい、このここに絵を描くかちょっと迷ってます。で、どういう絵をね、描こうか、まあかっこいい絵なんですけどちょっと考え中です。はい、まあここにもね、これプロテクの前なんですけど、ここにもね、今こういう縞模様みたいな感じの方になってますが、プラ板でね、まあスッとねこの板状がなくなるように、プラ板で隠して、そのプラ板の上にもね絵を描いたりするのもいいと思いますんで、ちょっといろいろ考えてます。はい、まあ、これはね僕のオリジナルで、作っていきます。はい、また出来上がったらねこの、横のマーカーランプつけるとこも、まあ、100均とかでもね売ってます LED の球ですね。はい、まあ、何個か買ってきて、まあ普通の点灯にするか、リレーにするかもうちょっと考え中です。はい、まあそれはね後々になると思います。で、ちょっと時間も時間なんですけど、この内装なんですけど、なんでねこの運転席側だけシートつけたか、つけただけかって言うたら、100均とかでもダイソーさんかなとかでも売ってる、まあもうちょっと大きいと思うんですけど、畳ですね。はい、まあミニチュアとかジオラマとかで使う感じの畳が売ってると思うんで、それをねここに、加工して付けようかなと考えてます。はい、まあ、一応こんな感じで、はい、まあ、シートにはシルバーを拭いたんですけど、まあちょっと、畳の方もつけるかどうかっていうのも考えてます。はい、だからねこんな感じで内装の方は運転席側だけとりあえず、シートはつけてみました。はい、ダッシュボードがこんな感じでなってます。はい、まあ、内装も外装もボディとかキャビンとかねそういうとこもまあキャンディ塗装っぽい感じですね。ちょっと
まあ、一番星号みたいな感じの色ですね、はい、にしてみたいかなと思います。まあ一番星号はね、箱車ですが、これはダンプで、なってますので、まあところどころちょっと色が違うようになると思うんですけど、とりあえずキャビンとかっていうのは、僕のオリジナルなんですけど、参考に一番星号の色も考えてます。はい、まあね、今回はこんな感じでちょこちょこと部品もつけて、中間の色でシルバーを吹いてやってみましたが、また次回、ところどころ上吹きをしていって、シャーシの部品もつけていって、まあ仮でこのキャビンとボテとね、シャーシに乗せて紹介してみたいかなと思いますんで、よかったら次回の動画も見てください。お楽しみください。はい、それでは今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。